はい、皆さんこんにちは。ということで、日曜日は単語テストをやっていきたいと思います。本来であれば1週間のうちに動画で配信した分の単語テスト、確認テストとしてやっていきたいんですが、本日は体験授業ということでスペシャルバージョン、こちらお菓子の判別をしていきたいと思います。やはりお菓子といえばザ古文単語中の古文単語っていうイメージが強いですよね。そんなお菓子をとある単語帳で調べてみると、趣深い、可愛い、美しい、優れているなど意味がたくさんある多義語なんですね。こういう多義語は大学入試の問題ではやはりきっちりと文脈から判断していくような判別問題っていうのがすごくよく出てきます。まあ、ということで、肩慣らしがてら本日3問法政大学の問題を用意しましたので、早速ですがまずは自分の力で回答してみましょう。どうぞ。さあ、よろしいでしょうか。まさかの撮った動画を消すという離れ技をやってのけてしまって、別日に改めて書き直しました。ちょっとずれたりしているところは申し訳ないんですけれども、早速ですが解説をしていきたいと思います。お菓子をしっかりと原理から調べてみると、こちら知的な興味をそそる面白さって出てくるんですね。なので1番から3番の現代語訳を全部ひっくるめて心惹かれるなんていう訳出が載っていることもありますし、ちょっとマイナスのニュアンスで使うと滑稽だ、バカバカしい面白さを表す時もあるんですね。まあ、いずれにしてもしっかりと文脈から考えざるを得ませんが、今回あからおの選択肢を見た時に、まあ、やはり絵の選択肢、この変わっていて奇妙だっていう訳し方は強いて言うんだったら怪しいですよね。まあ、なのでこれだけはお菓子の現代語訳としてはさすがに当てはまらないので、最初から絵の選択肢は単語レベルで切ってしまって問題ないと思います。まあ、あとはプラスマイナスという観点でいくと、うの選択肢の笑ってしまうほど滑稽、まあ、話の内容にもよりますが、ちょっと小バカな感じはやっぱり映ってしまいますので、これは少しマイナス色のあるバカバカしい面白さぐらいで捉えたいですよね。で、残りの3つに関しては全部プラスです。ただ可愛らしいことと面白いこと、そして美しいことっていうのはそれぞれ微妙にニュアンスが違うじゃないですか。で、これを文脈判断させるっていうのはなかなかいい問題、さすがマーチレベルっていう感じだと思うんですね。その文脈判断のポイントになっているところは青字で波線を引っ張っておきました。早速 A の問題から見ていきましょう。蹴鞠をしている神は形意図清げに生めきたる様したる人の用意痛くして、さすがに乱りがましきおかしく見る。これ源氏物語なのでちょっと文章全体訳していくこと難しいんですけれども、頑張りましょうね。まず蹴鞠というのは現代風に言うんだったらサッカーでいいですよね。そのサッカーをしている神の様子について描かれているシーンです。形意図清げに、清げなりはいいですよね。清らかで美しいという単語です。見た目がとっても美しく、そして生めきたる優雅な様子をしている人がっていう、この人がまさに神のこと、このイコールはしっかりと押さえておきましょう。そんな神が用意痛くして、用意っていうのは気遣い、心遣いっていう意味で、あんまり準備的なニュアンスで使われることはないんですね。その気遣いをしっかりとしていて、さすがに乱りがましき、はい、これはもう間違いなく単語チェックもう一本引いちゃいますが、さすがにという古文単語の意味すごく重要ですよね。そうは言ってもやはり、そうは言うもののやはりという、ちょっと逆説的に入るような、そんな古文単語です。ってことは前に書いてある内容はもうパーフェクトなプラスなんですよ。清らかで美しく、そして優雅で、さらに心遣い、気遣いまで体操しているなんて完璧じゃないですか。でもそうは言ってもやはり乱りがましき、蹴鞠をしているので、ちょっと着ているお着物とかいくら優雅に美しくしていても少し乱れてしまうような、そんな活発
な様子っていうのが伺えますよね。そのことがお菓子だって書かれているので、ここのつながりが非常に大切なんですね。もちろんマイナスとまでは言えないと思うんですよ。例えば選択肢の中でうを入れてみるとどうかっていうと、なんか優雅な人だって言っていた割に蹴鞠をしている姿は笑ってしまうぐらいバカバカしいよね、あはっはっはって、ちょっとやりすぎなの分かりますよね。でそうじゃなくて、どのあたりが無難かなって考えた時に、美しくっていうおの選択肢を選んでしまうと、さすがにっていう逆説のニュアンス、意味なくないっていうツッコミが入っちゃうんですよ。うまい感じで逃げられそうなのが、これどうですかね。面白いという現代語訳であれば、美しい人がちょっと乱れてしまっている、そんな様子って面白いよねくらいの感覚はぴったり合いそうですよね。まあなので A の選択肢が一番難しいとは思うんですが、答えは E のなかなか面白く、これが正解です。しっかりと A 入れられましたかね。一番難しい問題だと思います。続いて B 行きましょう。大小の木々も見る目は人より毛に若くおかしげにて、桜の脳死のやや苗たるに点々点、こんな文章です。するとここは直前の解釈だけでバシッと決められます。大小の君という登場人物が見る目、見た目ですね、見た目が人よりも本当に若々しくて、かつおかしげなり、そう言っています。じゃあ直前からしっかりとつないでいくんだったら、もう今回は超プラスだよね。もうプラスプラスぐらいで書いてあげるといいと思うんですよね。で、そんな様子がお菓子だって言ってるので、めっちゃプラスの選択肢一つ選びましょうって言われた時に、大小の君に対して、可愛いねって言うのも逆に空気読めてないんですよね。で、そこから趣深く美しい、この品位のある感じの選択肢ってぴったり合いますよね。なんで今回お菓子の正解がおになるよと。これが2番目の問題でした。さあラストいきましょう。 C です。空猫の糸小さくおかしげなるを、これはもう猫ちゃん勝負でいいんじゃないですかね。今でもペットとして飼うワンちゃん、猫ちゃん、美しいねという言い方ではなくて、やっぱり一番馴染み深い表現って可愛らしいがちょうどいいですよね。飼っている空猫がとっても小さくて可愛らしいよね、だったらイメージはしっくりきますよね。まあ、この直前のニュアンスからしっかりと押さえてあげて、今回の正解があの可愛らしい、ここまで持っていければバッチリだったのではないかと思います。まあ、いずれにしてもこのお菓子みたいな多義語の判別っていうのは大学入試の問題で品質事項ですので、まあ普段のねテストに関しては1週間の分をしっかりと解説していきたいと思っているんですが、ちょいちょいこういう回入れても面白いですよね。あの多義語だけを並べてみた単語問題ですみたいのも高評価いただければ検討していきたいと思いますので、本日の動画はこんな感じですかね。ちょっとスクショをするために後で画面は残しておきます。それでは今日も一日お疲れ様でした。